皆さんこんにちは。中国中央病院の永田です。第5回は内分泌です。内分泌領域では副腎性サブクリニカルクッシング症候群の診断基準がクッシング症候群の診断基準から独立し、甲状腺クリーゼ診療ガイドラインが改定されました。特にサブクリニカルクッシング症候群については診断基準そのものが変わっていますので、今年出題される可能性が極めて高いと思います。内分泌の問題は検査値や所見からきちんと診断できないと次の問題が解けない連問が多いので、今回アップデートがなかった他の疾患を含め診断基準をしっかり押さえておきましょう。では勉強していきましょう。第1問です。先端巨大症について正しいものはどれか一つ選べ。正解は